い、バビちゃんどうぞ。やっと暑さにも慣れて、バンビもトンも自分でご飯を食べようかなと思うようにはなってくれました。バンビは一時期本当にもう見ただけで逃げていくほどご飯が嫌だった時があって、去年のトンちゃんになっちゃったらどうしようと思ったんですけど、この子はやっぱり基本食いしん坊なので回復がすごく早かったです。天使のところの歯茎が上なんですけど、ちょっとめくれてるところがあって、そこが歯肉炎になってるんですね。虫歯とかじゃないんですけど、なんでこうなっちゃったのかちょっとわからなくて、でそこのところがこうやって熱くなると炎症を起こして痛いんですよね。やっぱ歯茎がめくれてるので神経も出てきて多分いると思うから、それで抗生剤をちょっと使うの嫌だったので、なんとか清潔を保ちながらここまで来たら、今ちょっと落ち着いてくれてます。冬は全然痛がらないんですよね。やっぱり気温が高くなるとやっぱり痛くなる、血行が良くなるからだと思うんですけど、で今は大丈夫。やっぱりシニアになるといかに食べてくれるか、これが課題になってきます。時々シニア関係なく全然食欲が落ちないお友達もいて、本当にそれはやっぱりその子の持つ生命力だったり、まあなんていうのかな、いい育て方もされているし、羨ましいなって心から思います。どんなに頑張ってもマロママはこんなんでした。でもバンビもトンも頑張ってくれてますね。この食欲見たら元気出る。ママもすごいぞ、バビちゃんね。バビちゃんは食べるマンだからね。ちょっと前は食べたくないマンだったけど、今はもう超食べるマンだからね。それから、まあ、かつてもう5年以上も前ですけど、お腹に虫がいついた時に飲んだ虫下しによって、ずっと長年下痢体質だったバンビで、ちょっとそれで腸の病気とかも心配してたんですけど、それもなんか一昨年ぐらいからなくなって、本当に下痢しない子になりました。何なんだろうね、それはもう本当に嬉しい限りです。最近はぼんやりすることもそんなになくて、本当にあれは何だったのかなって思う。手術の前からぼんやりすることたまにあったのでちょっと心配だったんですけど、このそれこそ5月の終わりぐらいから、オペして1ヶ月以上経っていろんな心配が抜けてきたなと思ったあたりから、あんまりそんなに朝だからぼんやりするとかそういうこともなくなりました。もう昼間はさ、もう元気にしているし、そのバンビがボケっとしてた時にサブがやっぱりけしかけてバトルをしてたんですけど、最近全くそれもなくなったってことは、やっぱりなんていうのかな、動物の本能みたいなのがあって、ちょっと弱かったりするとああやって若い子はなんかそういう気持ちになっちゃうんですかね。でも今はバビが強気なのでサブは絶対けしかけたりしてないです。なのでお留守番の時のバトルも全然なくなりました。それでもサブを追いかけてなんかサブのことを怒ったりするバンビがいるし、昔のバンビに意外と戻ってきてくれてます。本当に嬉しい。このまま夏を乗り越えて秋はいっぱい遊びに行って、それから冬は
ゲップした。雪ざるに行けるように体調を整えていきたいと思います。わっすごい、パピちゃんほらほぼ完食、全部食べちゃえば。おびちゃん食べちゃうね。うん、えらいね、バビは全部食べるのね。ご飯食べるのいい子だな。食べた？あとここの手前のおそばじゃない、おそば、はい、一本、はい、アムごちそうさまでした。よく食べました。